プリなのに集会日ねえじゃん。はい、どうも、チャーボくんゲームでございます。ウィリアプリ2019やっていきましょうということで、とんでもなくね、やばい入り方したんですけどね。昨日ですね、ツイッターの方でヒカクさんとね、今日先週分の週刊 FP ガチャが来なかったらね、ちょっとこの入り方冒頭やろうみたいな感じで話してて、早速させていただいたんですけど、寺田心くんっていうね、子役の子がいてですね、その子が CM 今やってて、ブックオフなのに本ねえじゃんっていうね、本当にそれが頭から離れなくてですね、それツイートしたところね、ヒカクさんが明日もし来なかったらね、ウィリアプリなのに週刊 FP ねえじゃんと、これやりましょうということで、まあ、今回させていただいてですね。そうだから、ライブアップデートは来てるんですよ。ただもう週刊の FP ガチャがない、だから先週分の週刊 FP ガチャがね、今日来るみたいな可能性とかはあったと思うんですけど、先週分のライブアップではあるけど、先週分の週刊 FP ガチャは来てないと。セルティックとレンジャーズのクラブセレクションガチャ回していきたいと思います。で、ロングバージョンの、ウィリアプリなのに週刊 FP ねえじゃんのロングバージョンもね、ちょっと考えたので、それもね、やろうかなと。ウィリアプリなのに先週木曜祝日で登場予定だった週刊 FP、 今日メンテ上げてきてほしかったけどねえじゃんということでね、早速やっていきたいと思います。この選手ちょっと惜しいなっていうのね、結構惜しい選手いるんですけど、まあ、ピックアップしたんでね、それも話していこうかな。まずはね、オドソンのエドアール、この選手センターフォワード、20歳なんでレベル上限のが67と、もう高いですね。そして能力なんですけど、やっぱりかなり上げてますね。今回セルティックの選手が、まあ、元々の能力がね、めちゃくちゃ高いっていう選手ばかりじゃないんで、結構普通に11とか10とか上げてる選手ばっか、1個の能力でね。で、まあ、スピードと瞬発力、ここ持ち味だと思うんですけど、スピードの方もね、11、瞬発力8上げ。これ、レベル67マックスとかでもかなりやばいですね。相当高くなる。そして、こちら、キーラン・ティアニー。21歳ですね。はい、レベルの方が62上限。ここもね、若い選手が多いんでね、今回。まあ、サイドバック。ティアニーちょっと欲しいなと思ってますね。うん、ピンポイントクロスキャプテンシー、オーバーラップ。いいですね、このやっぱスピードと瞬発力高いね。はい、そしてね、まあ、このセルティックのガチャでなかなかやばいと思うのはね、ティモシー・ウェア、この選手。そう、個人的にこの選手、ね、かなり狙ってるんですけど、年齢18歳、はい、そしてレベル上限82と、もう完全にこれは化けますね。で、ボディコントロールも高いと。で、レベル上限82です。レベマー・ティモシー・ウェアやばそうだね。レベマティモシビアマジやばそう。プレイスタイルラインブレーカーと。いや、これはね、ガチでやばいと思います。本当に、驚異的な選手になるかなと。他にもね、オリバー・バークとか、この選手もね、個人的に結構欲しい選手多いね。正直、セルティックはマジでほぼ欲しい選手かな。うん。まあ、レンジャーズもいい選手いるんですけど、セルティックは、オリバー・バークとかやばいね、これ。まあ、スーパーサブ持ちで。いやー欲しいね。はい、ということでね、ちょっと今回ですね、引いていきたいと思います。まあ、今さっきね、紹介してない選手でも欲しい選手っていうか、まあ、基本的には欲しい。基本的には欲しいんで、早速ね、引いていきましょう。まあ、ティモシーウェア一番狙いという感じでね、かなりいいと思います。さあ、行こう。夢の旅へ。まずは金から入るぜ。金セルティック、うわー来た。来たぞー、ティモシーや、来た来たー、狙いの。はい、まあ、先ほどもね、ちょっと能力見たんですけど、めちゃくちゃ強いはずです。育成したいと思います。前回の前だから先々週か、モイズキンがね、 FP ガチャ登場してレベル84ぐらいまで育ったのかな。それぐらいのマジでティモシーウェア、育成はだいぶあれかもしれないですけど、いろいろとね、しかも今回はね、トレーナーがそんなに僕ないんでね、やばいことになるね、これ。育成ガチでやるとしたら。はい、まずね、一発目、セルティッククラブセレクション、早速ティモシーウェア来ましたね。あとはね、ジェームズ・フォレストとかもね、ちょっとインサイドレシーバーで、この選手。インサイドレシーバーっていうなかなか珍しいスキルでね、ウィングとかサイドアウトで起用すると中央寄ってくれるっていう。で、スピード瞬発とかもね、かなりあるんで、ちょっとこの選手とかも欲しいんでね。まあ、育成の部分とかもあるし、
ただできればどうだろうな、でもかぶりなしとかでもありがたいし、まあどちらでも、お黒、これはかぶりないよ、かぶりないで来るのが誰か、おおちょっとマジでフラグを回収したぞ、これフラグ立ててしっかりと回収したね、ジェームズ・フォレスト。いやー熱い熱いですね。ちょっとこの選手の動画とかも出したいな、またスピシュンやばいね、レベル30時点で、あレベル1時点でこれですからね、レベル1時点で俺だから、まあ、レベル47まで育成できますし、チェイシングウォッチ、インサイドレシーバー、そう結構右ウイングできてインサイドレシーバーで、あのスピシュン系かなりある選手とかってなかなか少なかったんでね。いやオッケーオッケー、よしいい感じじゃね結構いい感じ、狙いの選手がね出てますね。よしということで、ラストセルティックのクラブセレクションいきましょう。いやいいよいいよ、ガチで熱い、まあ、セルティックといったらねやっぱ中村俊輔さんですかね。いつか中村俊輔さんのレジェンドとかねバージョンでも出てほしいけど、さあ金で、うお黒ズレータズレータで、うおエドワール、マジでありがた、ありがたき幸せすぎる、オドソンヌエドワールセンターフォワード、今回の引きが熱すぎる件について、やっぱ20歳でレベル上限で、まあ、育成の部分ちょっとねいろいろとやばい部分あるんですけど、もともとからこのスピシュンレベル1円でこれですからね、まあ、身長高いけどそこも高いと。さあということで一応ねセルティックの、クラブセレクションねガチャ終わったんですけど、めちゃくちゃよくね、めちゃくちゃいいぞこれ。ということでこの流れをねそのままにしながらね、レンジャーズのクラブセレクション、まあ、ちょっとね欲しい選手を見ていきたいと思います。こちらアルフレド・モレロス、はい、この選手がですね、まあ、この選手も年齢22歳と若いです、レベル上限57、見てくださいこれ、キック力、スピード、瞬発力、ボディコントロール、フィジカルコンタクト、ジャンプと、ここが高いですね。そう、ボディコントロールもこの数値ありますから、でも8上げ、ザラで6上げあって、いやー9上げもありますし、欲しいね、ボディコントロールこの高さは熱いですね。ワンタッチシュート、チェイシング持ちでポストプレイヤーなんですよね、プレイスタイルが。そう、ここもやっぱ珍しい、ポストプレイヤーでかつ、このバランス、ここの能力はね、なかなか、スピシュンもね、ポストプレイヤーでここまであって、ボディコントロールも高い選手って少ないんでね。ジャーメイン・デフォー。はい、この選手ね、年齢36歳で、決定力7上げ。いやデフォーね。デフォーね、昔のウィネ、なんだったっけな、2010なんかで僕、結構使ってた記憶がありますね。逆足頻度精度44。はい、ということでね、レンジャーズでね、まあ、一応僕がかなり狙うってなると、モレロス&デフォーになりますね。この2選手、ちょっと狙っていきたいな。セルティックはね、まだ狙いの選手引けたんで、まあ、レンジャーズも流れそのままに、さあ、行こう。夢の旅へ出かけましょう。OK! 金が来て、ここが、スコットフィールド。スコフィールドみたいですね。紹介ではできてなかったんですけど、CMF。で、一応サイドの方もできますね。ボルコン、グランパス、フライパス、トラップあれでパス能力高いと。で、スピシュン、ボディーゴード、フィジカルコンタクト、ここバランス取れてますね。スタミナも84高い。はい、で、チェイシング持ちで2列目からの飛び出し。いいですね。2列目からの飛び出しは熱いですね。本当になんか、スコットはフィールドで行くと、スコフィールド思い出しましたね。プリズンブレイクっていうのね、海外ドラマで。めちゃくちゃ面白いんでね、ぜひ見てない方おすすめします。プリズンブレイクでスコフィールド、スコフィールド、オッケー、黒きた。さあここから誰が出る、ジョー・ウォーラル。レベル上限がかなり高いんでね、21歳でレベル62と。そうだから育成してレベマとかでもまた、まあ、レベマにするのに結構時間とかかかると思うんですけどね、やっぱ年齢若い選手が今回多いからね、そこ注目だよね。はい、ということでね、ラストを引いていきたいと思います。レンジャーズ、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 レンジャーズ。さあ最後は金で締めくくる、最後金、うおーデフォー来た、デフォー来たー。ちょっとモレロス選手は出なかったけどね、狙いの、ただもう一人の狙いのデフォー来ましたね。デフォー選手レベル1でオフェンスセンス決定力この高さですからね、
レベマとかまた90の、ちょいくらいって、いやいいですね。はい、ということで今回ですね、一応ガチャの方を引かせていただきました。いやでも悪くなかったかな。特にあのセルティックの方はね、狙いの選手ほぼほぼ引けたんでね、熱いですね。週刊 FP の方はなかったんですけど、ティモシーウェア当てれたので良かったかなと思います。はい、ぜひ皆さんの当たった選手もね、コメント欄に、引いた方とかいればガンガンよろしくお願いします。ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ウイレアプリなのに週刊 FP ねえじゃん。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。